アレクサ、おはよう。おはようございます。1820年の今日、エーゲ海のミロス島でミロのヴィーナスが一人の小作農によって発見されました。ルイ18世に献上された後、ルーブル美術館に寄付されたヴィーナスの像が過去唯一海外へ旅した先は日本で、国立西洋美術館などに展示されました。